二条天皇、二条天皇、二、上天皇、1143年7月31日、工治2年6月18日から1165年9月5日、永満元年7月28日は、日本の第78代天皇、在位、1158年9月5日、方言3年8月11日 -1165 年8月3日、 永満元年6月25日、忌み川もリ後白河天皇の第一王子。母は、大井の帝京日の娘で、源あり人の幼女、造皇大護以降。正人親王、後の後白河天皇の長男として生まれる。聖母、一子が出産直後に急死したことで、祖父である、賭法王に引き取られ、その皇の美福門院に養育された。 この絵天皇が即位しており、同じく、美福門院の養子として、茂人親王、ストク上皇の長男がいたために、皇位継承の望みは薄く、僧侶となるために九歳で、里市政法親王のいる、仁和寺に入った。その後、孫を、二条天皇は、仏典をよく読みこなし、知恵深くおわしましけると評判になった。二平三年、1153年9月、 この絵天皇は、重病となり、関白、藤原忠道は、芝法王に、正人親王の行き道への上位を創生した。芝法王は、この提案を用紙を擁立して、生を取り意見をもっぱらにしようとする忠道の暴略と、みなし、忠道の父である、藤原忠実も、正人親王が黙っているはずがないと指摘して、関白教へるかと非難している。 孫王擁立案は拒絶されたが、この時から、孫王は、後位継承候補者の一人として浮上する子になる。92年、1155年7月23日、この絵天皇は崩御する。後継天皇を決める王者議定に参加したのは、小賀の正さだと三条公共で、いずれも、美福門院と関係の深い苦業だった。候補としては、茂人新郎、孫王、 古内新郎が上がったが、孫王が即位するまでの中継ぎとして、父の正人新郎が立退ししないまま二十九歳で、即位することになった、後白川天皇。孫王はまだ年少であり、存命中である実父の正人新郎を飛び越えての、即位はいかなものかとの声が上がったためだった。八月四日に、任の寺から戻った孫王は、九月二十三日に、 神皇宣言をこむり、森人と命名され即日立。大使、12月9日に元服。翌年3月5日には、美福門院の王女、古内神皇を日に迎えるなど、美福門院の全面的な支援を受けた。方言3年、1158年8月11日、後白河天皇からの上位を受け戦争。これは、仏と仏との表情によるもので、 美福門院が神勢に強く要求して実現したものであった。二条天皇を支える勢力として、藤原惚れ道、美福門院のいとこ、大井の帝教衆、二条聖母、伊の弟、洋室おもん味方、二条の乳母、と子の子らが集結して、二条新政派を形成した。ここに、二条新政派とも白川院政派の対立が始まった。 二条天皇は美福門院に育てられたこともあり、実父・小後白河上皇との関係は、冷淡なものであった。平時元年、1159年12月に平治の乱が起きた。乱勃発直後は、藤原信頼が政局を主導するが、これを快く思わない三条公共と新政派が、反発し、三条公共の計らいにより、平の清盛を新政派に引き込み、 神聖派と清盛の作望により二条天皇は清盛の六原庭へ行行する。二条天皇の六原行行によりそれまで官軍だった。信頼一派は俗軍となり天皇を動かした教襲。おもんらと平の清盛が官軍の地位を得して勝利を得る。乱が終結した直後の十二月二十九日に美福門院の八条邸に行行行し、 よく正月には、ふと皇太后、藤原マスコを受代させる、二代の皇。平家物語は、他氏の受代を二条帝の独断とするが、後見の美福門院や、側近の大井のみかど教習、洋室を門ん見方が、このような重大問題に関与しなかったとは、考えにくく、二条天皇の立場を固めるための、政略的な婚姻と推測される。しかし、三月に、教習。 おもんみ方が、ごしらかは上皇の命により配慮されて、失脚。7月には、藤原隆信、藤原宮美長が、陰症伝停止処分を受け、8月には、中宮の古内新王が病により、出家。11月には、皇見の美福門院が死去するなど二条新政派の、要人が次々に消えて、二条天皇の立場は、不安定となり、 ごしらかは陰性派が勢力を拡大した。表面的には、陰、内心死後つつ同時を心にてというように二等政治が行われたが、両派の対立は深く、上下恐れをののいて安い心なし、ただ深淵に望むで白表を踏むに、同じという状況はあった。二条天皇が頭見としたのは、藤原惚道と平の清盛だった。惚道は、 大城大臣として二条を補佐し、制度の意見書、大円樹秘書を表した。また奪、うば、ひらときこを、十三味天寺にするとともに、ときこの夫、清盛をケビーシベットを、中納言にすることで、軍事的な後ろ盾とした。王法元年、1161年9月、後白河上皇と、平らし子の間に生まれた第七味子、後の高倉天皇を皇太子にしようとする陰謀が、 発覚すると、二条天皇は、御白河院近親の平野時忠、平野利森、藤原成地下、某門信高を開館した。御白河上皇の政治介入は停止され、首相二条院、世の言葉一行二行、はせ参らせてという状況となる。実権を掌握した二条天皇は、神聖の拠点を、押し寺東道院の代理に据えて、清盛に敬語させ、十二月には、 美福門院の王女、古内親王に八条院の因号を与えて、順母となし、出帰していた古内親王にも高松院の因号を与えた。さらに、藤原忠道の幼女、藤原育子、宗子、ジップは、徳大寺寂義を中宮のとして、関白、この絵元寂とも連携して、石棺家も自らの下に取り込むことに成功した。王法2年、1162年にはおじ。 大井の帝門教衆を召喚する一方、自らおずそした平野時ただ、原始権を配慮するなど着々と政治基盤を固めていった。二条天皇は悪僧、新人の統制令や、荘園整理など、新税の政策を踏襲して、積極的な政務を展開する。政治から排除された、後白河上皇は信仰の世界にのめり込み、 蓮華王院を造営して、供養の日に二条天皇の行行と寺氏への功労の賞を望んだが、天皇が拒んだことから恨みを抱いたという。蓮華王院には、荘園、所領が寄進され、二条天皇は、後白川上皇の陰性復活の動きに警戒心を抱くことになる。長官三年、1165年二月、大乗大臣の藤原惚れ道が亡くなり、自らも病に倒れた。 6月には、前年に生まれた実子の純人親王、六条天皇、中宮の、幾子の養子の立大使を行うとその日のうちに上位し、大乗天皇となるも、7月に、押し工事東道院で崩御した。放三23。三朝木は、宮内庁により、京都府京都市北区平野パッチョ柳町にある郊、高志寺良、高隆寺の三朝木に事情されている。 宮内町上の形式は延休。永満元年、1165年7月28日に二条院、佐都台で崩御し、8月7日に、高高市寺の北野野で仮葬し、遺骨を一時高高市寺本堂に収めた。後二条院を移して、三枚堂を建て、家庭2年、1236年5月17日、遺骨をこの堂に収めた。中世に、三のを失い、 原禄年間に行われた諸量探索の際にも提説を得なかった。江戸時代初期の詩家黒川道友はその著書、幼州不死の中で、二条医療在落北線岡山、北六、領城唯一は石東と記しており、国学者の松、下見林が原禄九年、1696年に表した全王病領域漏れに従って、列記定領校で、 アタ郡船岡山、関連大寺境内畑中に、古屋あり、須ス堀川、二条三邸南欠としている。両上の石塔のクリの塔と長寿鉢は千里宮が作ったものと伝わるが、このことからも当時の三領が荒廃していた様子を察することができる。幕末の治む量の際にもついに決定せず、明治二十二年、1899年6月1日の、 事情をもって大いに習字が加えられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。